こんにちは、ずいふーさんです。今日はね、板野友美さんと高橋奎二、選手はヤクルトのね、ご結婚されたということで、おめでとうございます。早速ね、相性の方を見ていきたいと思います。まずね、お二人のそのまあ利害関係って言いますかね、高橋選手にとっては非常にね、安心できると、ゆったりできるというところで、ともちんから見るとね、まあ、非常にね、刺激を与えてくれて、ね、単独ではね、のんびりしすぎてしまうんで、まあ心地よいこう刺激を与えてくれるっていうね、そういうことなんですよね。ですんでね、高橋奎二選手の場合ね、芸能人と結婚したいってね、強く思うはずですよね。普通の一般の女性と結婚するよりも、何かね、有名人だったりとか、人形の人物と結婚したいと。まあ、簡単に言うと、運勢的にはもう工藤静香と同じですから、キムタクだったらいいだろうと。ね、いう選び方です、ね、ですんで何かあるだろうと。でまあそのやっぱ証拠にね、何ですか、結婚のその何ですか、保証人みたいなあるじゃないですかね、2人、それには高津選手監督、ヤクルトのねと秋元康さんというね、いきなりビッグネームかよみたいなね、サインをいただいて婚姻届出したっていうところからもうね、やはりもう大きな広がりを持っているなということは思います。特にね、高橋選手の場合、もう広げすぎちゃってね、もうアップアップしちゃうんでね、単独だったらね、ある程度その生活を守らなければいけないというところでね、ともちんを選んだっていうことですよね。人の出入りも多いですし、なんとかね、のし上がってやろうみたいなね、投手でいうと西本ですよね、なんとかもうやってやろうっていうね、使えるものは何でも使え、ね、ということでね、今に見ていろみたいなね、そういうような精神が ある選手ですんでね、うん、それはまあ有名人だったりとかね、なんか自分に、社会的に何かね、利益をもたらすパートナーね、必須だと思います。頑張らなくてもいいんだよって言っても頑張っちゃう人なんでね、不動静かに頑張るなって言っても頑張っちゃうんでね、娘フランス語まで、英語ペラペラじゃなくてフランス語までペラペラになっちゃいましたみたいなね、よくそこまでさせましたねっていうね、うん、ことなんです。でもね、頑張りすぎちゃう、ここで危ないのはね、頑張りすぎちゃう同士が結婚するとやばいっていうことですよね。だからある程度こう線を引っ張ってくる、ね、これは仕事、これはね、プライベート、ね、これは仕事、ね、だから線引きできるっていうのが友人ということになりますよね。仕事は仕事、ね、プライベートはプライベート、ね、ゆったり家で休んでることでしょう、ね、AKB の時もそうです。はい、こっからはもう入らないでね、ね、仕事は仕事で終わりました、さよならみたいな、ね、そういう感じです。そういう感じの人でないとね、逆にね、困るわけです。ですからね、すごいですよね、やっぱ高橋奎二選手の場合ね、うん、こういう関係ももうやたらひたすらもう広がりまくるし、もうすごいですよね。お嫁さん慎重に選ばないとね、うん、だから生活守れるお嫁さんでないとねっていうね、うん、ですからまあね、工藤静香と結婚したらもうとんでもないこと、もう離婚の可能性かなり高くなります。頑張っちゃうんでね、この人も頑張っちゃうんでね、子供を誰見るのっていう話になってくるんでね、うん、そこのところがやっぱり一番大きいところです。そして問題点なんですけどもね、まあどっちかがあげまん、あげちんであったらね、
なってところなんですよね。ですからその高橋奎二さんのそのもう果てしない広がりをなんとなくこうセーブしてくれるとかね、そういうような社会的にうまくまとめてくれるとかね、そういう能力、単独だと行き過ぎちゃうんでね、ともちんもその社会的にやっぱり、行き過ぎてしまうんで、それをね行き過ぎないようにするパートナーが良かったんですけどね、やっぱりそこのとこどうな注目だなっていうねことです。ですのでね、二人とも社会的にどうなのかなっていうね、不安定になっちゃうっていうね、そういう危うさもあります。だから石橋貴明さんがそうですよね。だからいい時はもういいですよ、その芸能人番付1位とか取ってね、でもね、その干されちゃうっていうね、場合もあるわけです。だから社会的なね、動向、だからオラオラキャラで言ってるのに、まあそれ好感度悪くなっちゃうみたいなね、で干されるみたいな、ですからまあ諸刃の刃ですんで、そうならないね、ノリさん的な、対応力ね求められるということですね。はい、とにかく2人合わせての運勢ですけど、まあそう協力して、それでもね協力してやっていこうっていう、あのコンポジット図っていうんですけどね、合成図ができておりますのでね、協力として、困難に立ち向かってくれることだろうと思います。はい、ということでね、とにかくおめでとうございます。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは